ってなんかちょっと待ってやばい前髪がないよ。めちゃくちゃなんかあれですね、色がコーラルですね。ちょっと待ってください。どうですか、もういいやこれもうその辺にあったやつ、普段はあまり使わないです。 OK、 おはようございます。皆さん昨日はちかっぱ祭、暑い中ありがとうございました。楽しかったほんまに。もう本当にすっごい雷がずっと鳴ってて、ドカーンドカーンドカーンって言ってな、ずっとマジで本当にチカ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 したんですよ空が。雨は降ってなかったのでまあよかったんですけどね。ほんまに前髪短い、やばいですね。ほんまに誰ですかっていうぐらい短いんですよ。それでもうめちゃくちゃドカンドカンなってて、なんかもしずっと結構近くで落ちてたんかな、めっちゃもう見るぐらいの光だったね。光がすごいね、もう1キロ以内ぐらいのところに落ちてそうなぐらいだったんですけど、気持ち的にな。そう、それでもし雨降るのはあれなんですけど、もし雷がこの辺の近くで落ちてしまったら一旦中断、その例えばだけど、例えば黒髪を一番初めにやったんですけど、黒髪で落ちたらぶっちいじゃなくて黒髪最後までやったらちょっと場所を変えてやるとかいう選択肢があったらしいけど、1時間とか推しでやることになってたらしいから、本当に良かったです。終わって良かったですね、無事に。はい、のうちかっぱ祭りお疲れ様、ありがとうございます。皆さんも朝早くとかから来てくださった方もいたみたいで、すごいね、多分熱中症になってると思うんで、ゆっくり休んでください。ちかっぱだけに近々確かになけど、ほんまにすごい雷でしたよね、やばかったですよ。あとね、ケーキのもう大好きなアドレナリンもできて楽しかったです。でもね、すごいほんまに暑すぎてアドレナリンが体に行き渡ってました。頑張れって体が応援してた暑いけど頑張れよって言ってたですね。めちゃくちゃね、ピンクと白振ってくださってる方がおって嬉しかったです。ありがとうね、嬉しかったです。初めてお会いする方がおったんですけど、ちかっぱって結構初めての方多いですか？初めてご挨拶こんにちはをする人がね、今までも初めてそこで会った方が何人かいますね。昨日もいました、そういう方が。レイプみたいになってるって前髪ですか？なんやろ、おはよう。そう、前髪が短すぎるんですよ、やばい。悲しいけどまあ仕方ないですね、うん、はい。なんか似てたけど雷に全然気づきませんでしたって。本当ですか？ね、音もまあ聞こえるねんけど、ゴロ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 、音よりも光がすごすぎてね、アキラ先生ずっと雷にこうやって手をこうやってやってた。アキラ先生は雨男らしいんですけど、雨は降らんかった、その代わりに雷は持ってきたですね、やばいな。1時間押してたら雨合いは出れなかったかも。いや、出れたは出たんですけど、結構皆さんの待ち時間が1時間ぐらい待ってくださることになってたから危ないですね。ゲタ大コンサートのアーカイブ今日までらしいんで朝から見てた。お疲れ様です。大丈夫ですか？お体、お体とか言っちゃって大丈夫ですか？目が疲れちゃうで。
雷は機材とかに影響出たりするからねって。なるほど、確かに電気がね、あれですよね。